よう来たまら。俺がサイヤ人の王子、ベジータ様だ。今日は9周年で始めた初心者の人に今すぐにやってほしいことを紹介していこうと思う。なんで今すぐ知ってほしいかというと、俺がドッカンバトルを始めた時は、まあよくもわからないままに好きなキャラを引いて、キャラで戦ってパーティーで戦って、まあとりあえずそれで満足していたんだが、後々振り返ってみたら、まあチケットやらコインやら、いろいろ損してるなって思ったことがあったんだ。だから今日はお前たちにそんな思いをしてほしくなくて、この動画を作っている。最初に初心者の人にありがちなことが、強いキャラを当てて育成して、とりあえず高難易度をずっと挑戦しちゃおうとすること。これは正直言うと、高難易度、今やるべきではない。なんでかっていうと、ドッカンバトルというのを長く楽しむためには、高難易度に挑戦するより先にやんなきゃいけないことがいっぱいあるんだ。逆に高難易度というのは、期限付きの高難易度以外に関しては、いつでも挑戦できるから、まずは一番最初にやった方がいいよってことを今日伝えたいと思う。それじゃあ早速行こうと思う。まずはこの育成。育成のところは、なるべくやってほしい。まず今来ている1日1回限定の小惑星バンパスーパーボスカテゴリーの EX スキル玉をゲットしようってあるんだが、まあスキル玉というのは潜在能力解放のところで付けれるステータスや潜在能力スキルを付けれるもので、今回はスーパーボスカテゴリードッカンフェスで来ているブロリー、ゴールデンフリーザ、合体ザマスなど、そういったキャラに付けれる強力なスキル玉が今来ている。毎日欠かさずチャレンジして取得してってほしい。希望の必殺技。これはリンクスキル玉っていうのを上げることができる玉なんだ。リンクスキルってなんだっていうところなんだが、ドッカンバトルのキャラには、各キャラに与えられたリンクスキルというものがある。隣同士になったキャラが同じリンクを持ってると、ここが繋がって、リンクスキル効果を発動させることができる。神の次元だったら、神の次元というリンクスキルを持ってるものがビル様隣に来れば、アタック 15%。さらに、リンクスキルレベルがレベル10だと、会心率 5% アップという。などなど、リンクスキルというのは結構強力なシステムなんだ。まあ、とりわけこの驚異的なスピードとかは、もうまさしく代表例なんだが、ドッカンバトルというのは必殺技を打てないと話にならないゲームなんだ。そこで、こういう、気力上げのリンクスキル、とか持ってるキャラは、結構便利なんだよ。まあ、見てわかる通り、レベル10にすると、気力プラスにディフェンス 5% アップということで、リンクスキルがさらにパワーアップするんだな。これで通常、リンクスキルというのは、どんな戦闘でも行っていくと、ランダムの確率で、どんどんレベルがアップしていくんだ。で、レベル1から2とかは上げやすいんだが、だんだんレベルが上がっていくにつれて、レベルアップする確率が厳しくなってくる。レベル9から10とか結構大変なんだよな。さっきの育成のステージで地に入るリンクスキル玉を使うと、そのリンクスキルが、このボタン一つで簡単に上げることができるんだ。そういう便利なアイテム。で、これは7日に1回限定でチャレンジできるから、必ず忘れずにチャレンジするように。あとは回数イベント1日1回限定の亀仙人の猛修行。これも毎日チャレンジしてほしい。修行アイテムもらえるし、デニーももらえる。リンクスキルレベルも上がりやすくなってる。やらない手はない。で、組むパーティーは適当ではなくて、リンクスキル上げたい。リンクスキルを上げたい。まあ、主力パーティーとかでチャレンジするのがいい。神レベルの猛特訓。これも7日に1回限定だからやってほしい。これも潜在能力レベルを上げることができるスキル玉が手に入る。最近アップデートが来て、スキル玉も結構強力なのが出るようになった。これも忘れずにやってくれ。とりわけ一番やってほしいの。解放せよ、潜在能力。これは毎日やってほしい。特に、そうだな。もう2年ぐらい毎日欠かさずやってほしいな。そうすれば気づけば10万個ぐらいになってる。で、俺とか戦闘力ボーナスがついて、ちょ、2回とかになってるんだが、多分、始めたての貴様らはまだ1回だと思う。この1回を間違いなく、ちゃんとやってほしい。で、通るルート、左、右、真ん中ってあるんだが、真ん中通ってった方がいい。今回、祭りゴジータ当てましたっていう人であれば、このタイの潜在能力解放。ブロリであればこの即の潜在能力解放。ただ全部やってほしい。あとはランク100を超えている人であれば、7日に1回限定のパンの秘密の冒険。これをやってもいい。これはあのハニーパンっていうイベントキャラが手に入る。経験値多くもらえてすぐレベルアップするから、これもいいと思う。今だったら冒険の方を先進めてほしいなといったところだな。天才ブルマン戦闘準備で言えば、ステージを歩いていくと、このアイテムたちをドロップすることができるということで、まあ、ウィス様とかは結構レアだから、これをチャレンジしてもいいが、後に紹介する方法の方が簡単。サタンへの挑戦。お金ないならこれやってもいいんだが、これじゃないやり方もあって、それはコメント欄に貼っておく。
ここら辺はやらなくてもいいかな。次にやってほしいのは交換所。ババ交換所。交換ポイントのとこ行って、まず初心者にやってほしいのはここを全部開放してほしい。商品一覧の更新っていうのがあるから、まあそれまでに交換してほしいの。グレゴリー。キャラを覚醒するのによく使うやつで、こいつが一番枯渇しやすい。見つけた時にグレゴリーは俺も押してる。ゼリーに余裕がある人。ここで足りないアイテムを買うことをお勧めする。まあ、ある程度覚醒できるメンバー覚醒しきった後は、あんまりゼニーを使うことないと思うから、徐々にアイテムを足していくのがいいと思う。おすすめは整列指示お化け、ウイス様、ハイヤードラゴン、ヘビ姫、ここら辺かな。で、最初キャラ、独感覚醒するキャラが多すぎて、老海洋神とか足りなくなる時あるんだが、その場合は買ってもいいと思う。次が秘宝欄なんだが、課金した人とかは残り期間っていうのがあるから、買った人は必ず交換しておいてほしい。ただ交換する期間っていうのが2月の中旬ぐらい、15とか16ぐらいに後半のガシャが来ると思うから、そこでどんな新キャラなのか、ガシャのピックアップのキャラを見て、で引いた後に自分のパーティー編成が一通り揃った後に、あ、今このキャラ欲しいなって言って交換するのがいいと思う。ちなみに LR プレミアム流石だと、この中で言ったらゴールデンフリーザ。このゴールデンフリーザがぶっちぎりかな。俺の中ではな。もしかしたらここら辺が極限来るかもしれんから、期限内極限情報をギリギリ待って交換するというのもありなんだが、必ず忘れないでくれ。金かかってるからな。UR プレミアム流石の場合だったら、ビルス様。あ、極限するというのを条件でビルス様。あとは極系チーム組むんであれば、この17号、18号もいい。この17号と18号は、敵の攻撃ターンを一旦遅延させることができる。俺はかなり重宝したな、このキャラたちな。合体ザマスリーダーで買えるな。セレクト流石だったら、後半のガシャのピックアップとか、分かった段階で交換で全然いいんだが、おすすめは、このスーパーサイヤ人ゴッドカカロット。このカカロットは極限すると、劇場版ボスと純粋サイヤ人、カテゴリーの敵から受けるダメージを 77% 軽減するというとんでもないキャラだから。次がこのゴールデンフリーザだな。まあブロリーをリーダーにして入れれるっていうのももちろんなんだが、極限すると HP 50% 以上受けるダメージ 80% 軽減。これアイテムをウイ様のアイテムを使えてしまえば、ほぼほぼノーダメージということで、完全に壁役として役に立つ。そして個人的には、ブロリーとか必殺技を放すたびに、アタック値がどんどん上昇していくキャラの攻撃する回数を増やすことができるんだな。こいつが火力ないおかげで、俺は結構重宝してる。とか、あとは、極属性ミッションで言えば、こいつは結構活躍してくる。あとは、スーパーサイジン3ベジータ様。これは何度助けられたか記憶にないぐらい助けられたんだが、このキャラは、極限すると10ターンの間受けるダメージは 80% 軽減という、とんでもない性能を持ってるわけだ。ドッカンバトルというゲームはダメージ軽減っていうのはかなりでかい。プラス、今回のドッカンフェスでピックアップに入っていたゴッドコンビ、スーパーサイジンを超えた力カテゴリーリーダーなんだが、その中でこのスーパーサイジン3ベジータ様を入れることができると。で、10体内に必ず蹴りをつければ、なんとでもなる。今は味方の火力がかなり高い時代になってるから、10ターンもかかるってあんまない。だからこそ、このスーパーサイジン3ベジータ様が活躍する。まあ、全部紹介すると長くなってしまうから、だいたいこんなもんだな。次、9周年コイン。一番最初に交換してほしい優先度で言えば、大海洋系だな。ここら辺は、今回の9周年で言えば、タイのゴジータ来たと思うんだが、まあ、そういう周年の配布記念キャラなんだな。で、カカロットとかいるんだが、俺とかは技上げ要因として使ったりもする。まあ、1年1回しか交換できないしな。例えばこの身勝手の極意。6周年の目玉キャラであった。この身勝手の極意のカカロット。おそらく今回極限する。このカカロットの技上げに使うことができる。なんでそういう引き換え方もあるよっていうのを頭に入れておいてほしい。例えばこういうシンプルな孫悟空とかはイベントキャラでいっぱい手に入るんだ。ただ身勝手の極意はいない。スーパーサイジンゴッド SS 孫悟空。作ることはできんだが大変なんだ、イベントだと。だからこれもあり。あとスーパーサイジン4カカロット。3月18日、サイヤの日で、このスーパーサイヤ人4のカカロットが再録されるだろう。このカカロットの技上げに使える。そういう目線で見ることも可能だ。なんで優先順位で言うと、まずは大海洋。その次が、熟成肉。その後に、潜在能力玉かな、最初は。で、修行アイテム欲しかったら修行アイテム。で、今すぐ覚醒したいとか、お金が困ってるんであれば、ここかな。サタン像。さあ、ドッカンバトルはゼニーの稼ぎ方っていうのが、
極限 Z バトルを登りまくればサタン像がいくらでも手に入る。正直言うと優先度で言えば低いんだが、もう今すぐ欲しいということだったら全然ある。ドッカンフェスコインだったり祭りコイン、本日2月7日から26日余りがあるということで、2月の終わりぐらい、3月初めぐらいまでコインで交換することができるんだな。ということは後半の新キャラやピックアップが分かった段階で交換することも可能ということだ。だから今コイン交換はしないで後半のガチャ引いてみて、その結果次第で最後に交換するというのがおすすめ。次にやってほしいのが超感謝ガシャチケットゲットミッション。超感謝ガシャチケットを集めてほしい。第1弾から第3弾までのミッション合計43枚、あとはログインで7枚、合計50枚集めると、今のドッカンフェスと祭りフェス、後半のドッカンフェス、祭りフェス、まあ、全部で4つ。この中からどれか1つを選択して、最大77連引けるといったわけだ。しかもそのうちの7体は SSR 確定という、めちゃくちゃ激アツなんだよ。詳細としては第1弾で17枚、第2弾で13枚、第3弾で13枚ということで、で、ログイン7枚、合計で50枚集めることができる。今来てる第1弾、ここをクリアしてほしいんだが、これっていうのは今物語で来ているキャラを育ててくれっていうことなんだよ。それがどのキャラなのっていうと、この挑戦士メモリアルとフリーザの果てしなき野望、この2つ。ここで手に入る SSR のビル様とこのフリーザ、このキャラたちの必殺技レベルを10にしたり、潜在能力を 100% 解放することによって、第1弾のミッションからチケットを入手することができる。ちなみにこのフリーザに関して言えば、UR までドッカン覚醒するだろうし、このビルス様で言えば LR までになる。これは毎年同じことが起きていて、昨年で言えばフリーザ枠だったのがこのミスターサタン。今のフリーザの立ち位置で言うミスターサタンの場合は、まあ、こんな感じの性能だったんだが、第2弾で、ドッカン覚醒でさらにパワーアップして、そして極限まで用意されている。そうするとさらにさらに強くなる、そういうところまで用意されているから、今のうちにチケットも手に入るし強いから作っといてほしい。ビルス様の立ち位置にあったのはこのバビディ。バビディも UR から次 LR までになって極限 Z 覚醒まであり、そしてスタンバイで魔人ベジータ様が来るという、そういう執念だったわけだ。強くなるしチケットももらえるから、ちゃんと作っといてくれということだ。次に物語キャラも作っといてほしいんだが、このスーパーサイヤ人孫悟飯。こいつは劇場版ヒーローカテゴリーだ。極限 Z 覚醒まで行ってしまえば、物語イベントでも強い方。余裕がある人はここを作っとくといい。極限メダルはベネンコぬいぐるみで交換ができる。このキャラをゲットする場所が、究極への奇跡。ここのステージ1でご飯をドロップすることができる。そしてステージ6のベネンコぬいぐるみ。これと先ほどの極限メダルと交換することができる。あとはこのブロリーとトランクス。これどうやって作るかというと、冒険のエリア32のステージ3でドロップする。ステージ5、6、7で専用のスキル玉が手に入るんだが、5で銅、6で銀、7で金枠のスキル玉が手に入る。LR まで覚醒させるためには、ババ交換所の不思議な宝石緑のところで、ドッカン覚醒の覚醒メダルがここ。LR までの覚醒のメダルがここにある。だからこのトランクスの詳しい情報っていうのが、パッと見どこにも載っていないんだ。お知らせのイベントの一番下から、今だと1、2、3、4番目。ここに情報が載ってるから、ここを見てみてくれ。で、これを見れば、ここでどんなスキル玉がドロップするか書いてある。ここで自分がつけたいやつをドロップするまで挑むのがいい。最初はそこにそんなに時間は使わず、まあある程度こんなのがあるんだなぐらいでいい。俺のキャラだと、同枠ディフェンスレベル8、アタックディフェンス上げ、金が連続と会心レベル4らしい。あとは亀仙人。これも物語イベントで作れるんだが、この亀仙人は6周年で LR になる物語イベントのキャラで、何気に復活持ちで強いというところで、必殺技で高確率技術を持っていて、超必殺で必殺技を封じるという大乱戦にはもってこいのキャラだ。時間があったら作ってほしい。何よりフルパワーだからブロリーとも組める。最初の穴枠埋めにはいいんじゃないか。無天老師新たなる挑戦、ここの物語イベントで手に入る。次にやってほしいのは冒険ドッカンストーリーを進めてほしい。まあ、さっき説明したトランクスとか手に入るイベントもあるし、冒険をやることによって、今は経験値4倍キャンペーン中だから、ランクも上がりやすい。ランクを上げることによって、解放するイベント、大乱戦とか、そ
そしてさっきちょっと紹介した不思議な宝石、緑だったり青、ゲットできるステージもある。緑の宝石集めるのに、今俺が一番やってるのはこのツフル人の恨み。ただ結構後ろの方だから、頑張って終わらせるのダメだな。青の宝石で言ったら、29-6 のバーダック登場から、サクッと終わるし、たまに100個落としてくれる。あと冒険をやることによってリンクレベルも若干だが上がるんで、まあ、めんどくさがらずにやってほしい。オート機能も追加されたことによってやりやすくもなっているし、何より、今は一番難しい難易度をクリアすればその下の難易度も自然とクリアしたことになって流石も貯めやすいから冒険をやることはおすすめする。あとは後半に来るキャラが大阪で開かれるファンミーティングで性能はわからないがキャラはわかる。そして2月の15、16、17ぐらいで後半のガシャが来ると思う。なのでそれまでに先ほど言ったことをやってほしいのと、時間に余裕ある人は流石集めをやってほしい。概要欄とコメント欄にリンク貼っておくから、一番効率のいいやり方でどんどん石を稼いでってほしい。後半のガシャには8周年の GT コンビや7周年の GT コンビも来るだろうし、おそらく今回で極限するであろう6周年の身勝手と俺様、ドッカンフェスの方にピックアップ来ると思う。あと奮起も入ると思うな。そして祭りフェスの方にはみんなお待ちかねの未来ご飯、そして開花カロットも入ってくると。とりわけこの未来ご飯はほんとこの中で頭一つ抜けたぐらいちょっと強いから、そこを見据えて流石集めをしてってほしいと思う。後半の場所はあっという間に来るからな。お前たち準備して待つんだな。わかんないことあったらまたコメントしてくれ。それじゃあ、いいドッカンバトルライフを過ごしやがれ。またな。